はい、今日の一品です。まずはバター風味のマーガリンをフライパンに多めに落としていきます。火を入れて溶けてきたところにもやしを一袋、少し水分が出てきたところで鶏ガラスープと軽く醤油をさっと、私の水分を吸わせるために粉チーズをパラッとかけていきます。具材の味付けはこれで完成です。お皿に移して成人の万歳した格好に切り込みを入れていきます。足の部分ですね。少量の水に入れて沸騰させていきます。その間に焼き海苔を細かくカットしていきましょう。ソーセージが広がってきました。なってこんがり焼けたら取り出していきます。ここに焼き海苔の上に先ほどのもやしを並べて長さを調整していきます。ふんと巻いて周りに巻きつけていきます。
もう一つもこんな感じで。同じように糊を巻きつけて、くるくるっと巻いたら完成です。わら人形ソーセージ、お弁当にどうぞ。